はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。八代曽根康様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用に使わせていただきたいと思います。トルコメディア。いやー、日本の川口で、テロ組織の PKK が活動してる。日本人死ねって言ってる。報道ありました。こんなこと言って日本人を侮辱し脅迫している、日本人を心配してくれているようであります、世論です。冗談かと思ったらガチだった。クルド人が世界中で問題になる理由を身をもって実感しています。トルコ警察が来て捕まえてよ。川口では川口クルドのことをテロ組織 PKK だとはっきり記載。こいつらを支持している日本人と団体をリスト化してくれ。 JK の拉致未遂数がすごいらしいね。これね、あの自民党がバカで、あの日本生まれの子供の保護者も日本にいさせてやるなんてバカなこと始めたから、あの日本人のあの女の子襲ってでも妊娠させて出産させちまえば火事だみたいなこと考える不埒者が増えたみたいですね。あいつらテロ組織だったんか。公安何やってんの。擁護する連中が問題。入管法改正に反対してた奴らはこいつらの仲間。テロ組織と連帯しているパヨ市民団体と特定野党連合と、日本人死ねえだなんて言ってねえしと嘘の声明を出した日本クルド文化協会はですね、 PKK、クルド労働者党テロ組織ですね、 PKK に送金の証拠をつかまれて、 PKK に送金した証拠をトルコ政府につかまれて、トルコ政府にですね、テロ支援団体指定を受けてですね、トルコ国内資産凍結されたところであります。例のワッカスが、代表がなんか務めて、でワッカスとツーショットの写真撮ってる議員とかいっぱいいますけれども、こいつらも公安監視対象にしなくちゃダメじゃないのかな。 PKK が日本人に対して侮辱や脅迫を加えている。ということで、川口クルドはですね、テロ支援組織じゃなくて PKK そのものとトルコ側は認識してんだな。まあそうでしょうけどね。だってあの PKK のハンドサインとか PKK の歌とか歌っちゃってるらしいですね。当然公安も感心してんでしょうね。こいつらに関わる議員なんかもクルド和田とかも監視対象にした方がいいんでねえの、あの公安、知ってなきゃおかしいがんなという話であります。今日2月22日は竹島の日。メディア、テレビその他は猫の日だーっつってご利用ししてる。にゃーにゃんにゃんってことなのかな。で、あの竹島の日っていうことを薄めたい、知られたぐらい、っていう風に活動してるみたいでます。1905年1月28日竹島は島根県の所管ねっていうことを閣議決定。すぐ、4日後 2月22日当時の島根県知事、松永竹吉が竹島は島根県の所管である旨を広報公表いたしました。1905年、その100周年となる2005年、島根県議会2月22日を竹島の日とする条例制定。終戦後すぐにですね、韓国の徳島義勇守備隊と名乗る民兵組織武装集団が竹島に侵入。1953年4月から韓国国家警察、まあ中身は韓国軍なんですけれども、が竹島に常駐。以来71年間にわたり韓国政府による軍事占領継続中っていうのが実際であります。竹島の日について各メディアの報道こんな感じ。朝日新聞、竹島問題を日韓が互いを思い合う素材としたいものです。うるせえよバーカ。朝日新聞主筆若宮義文、ケイブンさん、言ってるあれもありますね。いっそのこと島を譲ってしまったら北京のホテルで返し。毎日新聞、友好関係にここで傷をつけては両国民にとってプラスではない。まあどっちもどっちっていうことを言ってる。読売新聞、領土問題は国の尊厳に関わる基本問題だ、揺るがせにはしてならない、韓国をしない刺激しないようという事なかれ主義では国民の理解は深まらない。右っぽいこと言ってる。産経新聞、竹島が歴史的にも法的にも紛れもない日本の領土であるという認識をさらに深めたい。例は山本太郎、あげちゃえば。調べてないですけど、まあ福島みずほもあの似たようなこと言ってんだろうな、辻元なんかもな。紛れもなく我が国領土を警察を名乗る軍隊が常駐し、
軍事占領を続けてるイコール韓国は軍事的国ですよ。原理主義者じゃなくてもこのぐらいはわかるですよね。言うですよね。なんであの韓国人が日本国内を自由に歩けるのかが全然わかんないですよ。敵国人でしょ。同様にですね、あの領土の一部を占領しているロシア人はウクライナ自由に歩けっかって話なんですよね。おかしいでしょ、そんなの。なんで韓国人は歩けんのかって、日本国内を自由に、敵国なのに、なんで日韓が普通に貿易してんのか全然わかんないですよ。何やってんのって話。なんで自民党は71年間も問題解決しようとせず竹島を放置するのか。なぜ自民党は79年間も問題解決しようとせず北方領土を放置するのか。なんで自民党は79年間も押し付けられた憲法を一文字も変えられないのか。なんで自民党はいつまでたっても拉致被害者と特定失踪者を救出できないのか。なんで自民党は法的根拠のまるでない、そんなことやってる国世界一つもない外国人生活保護を70年以上も続けているのか。自民党は先祖と子孫に恥ずかしくないんでしょうかね。なんで何にもやんねえの。やってほしいこと何にも、何十年も放置なの。LGBT 法なんて、あの自分の利権になることとか増税なんか、あのすぐ決めるくせにさ、仕事を一切せずにですね、報酬だけもらいたい、先生先生とチヤホヤされたい、仕事を一切せずにっていうのが自民党議員の信念としか思えないんですよね。なんで何十年もほっとくの、大事な問題よ。なんで憲法一文字も変えらんねえの。なんであの拉致被害者戻ってこねえのっていう話でね。今日の日経平均、終わりで、39,136円、1989年12月29日 38,915 円を超え、史上最高値、最高値、更新いたしました。34年と2ヶ月かかったんで、失われた30年じゃなくて、今後は失われた34年が正確なんじゃないかと思います。AI 半導体相場と呼ばれ、それ以外はそこそこそれ以外の銀行株とかそういうのはそこそこみたい。株は高いのに実質賃金21ヶ月連続減少で、バブルのような浮かれ感が全然ない、世間に全くない。この理由を解説してる記事が ありました。すごい長かった記事の要約なんですけど、バブル期には人口増加と内需拡大への期待で国内に広く投資マネーが循環してたが、今は人口減少に内需縮小から海外に投資が流れてしまう。国内に金が循環しない。バブル崩壊により企業は慎重になり、金融危機や災害、地政学のリスクに備えて利益を貯め込み、余剰金が賃上げに回りにくくなった。企業が海外で儲けると株価は上がるが、国内景気は無関係のため、株価イコール国内景気ではなくなった。1980年は外国人株主比率はわずか 5% だったが、現在は 30% に増加。株高による利益は国内に還元されず、海外に流出してしまう。まあ7割の日本人というか株主は儲かってんでしょうけど、実質税負担率が 10% 程度上昇し、可処分所得が減った。これ一番じゃねえかな、不景気感を感じる一番、いくら稼いでも取られてしまう。なるほどなるほど。産経の記事なんで、日本の悪口書ければ嘘でも何でもいいっていう、朝日毎日とは違って勉強になるな。この中で政治でなんとかなりそうなのは実質税負担率下げるぐらいしかなさそうなんですけれども、まあ企業が金を海外に逃すであるとか、海外で稼ぐであるとか、外国人株主そんなに買うんじゃねえよなんてことはできないですから、男女共同参画だの、LGBT 支援事業だの、困難女性だけ支援法だの、若年被害女性、かっこ細ぐり、支援事業だの、一切やめればね、だいぶ減税できそうなんですけどね。あとは安楽死合法化とですね、過剰な延命治療はやめろ、医療費節約しろ、外国人に生活保護くれているなんて、言語道断ですよね。世界中でどこもやってないのにさ。コロナウイルス対策給付金受給詐欺、中国人女2名逮捕。この事件の捜査のため、前から中国共産党の拠点と指摘されていた秋葉原ビルを警視庁が家宅捜査。今のところ主権侵害とみられる証拠は見つかっていないだそうであります。世論です。公安部大丈夫か。
詐欺の捜査なら公安じゃないぞ、中国の秘密警察官が日本の警察官に逮捕されるんか、家宅捜索したってことは令状は降りたんだな、スパイの拠点だろ、なんで放置してんの、マジで中国終わったから捜査に踏み切ったんだろう、振り込め詐欺の拠点として世界中に作られてるということが、特別高等警察か憲兵隊を復活しないとダメ、主権の侵害と見られる証拠は、それ以外はなんか見つかったんですかね、スパイ防止法がないから逮捕できないのかもしれないですね、日本以外の国、全てにあるようなスパイ防止法があればですね、スパイ認定して逮捕できたかもしれないですね、スパイ防止法があれば詐欺事件の拠点ということでなくてもですね、なんとなく怪しいって家宅捜索できたかもしれないのにね、自民党はスパイ防止法も作らずに何十年奉仕しとくんだ、先祖と子孫に恥ずかしくないのか、そんなんじゃ短い命たちまち終わっちゃうわね、あんたらね、その他のニュース、高市さんの勉強会に自民党議員19名参加、勉強会という名の高市派結成でしょうかね、総裁選に必要な20人まであと1人ですね、高市さんね、19人の議員にいろいろ教えてやって、もうみんな物知らなすぎだから、自民党議員情弱で、おめえテレビしか見てねえのかっていう、特に年寄りの子ね、多いからもう、いっぱいいっぱいいろいろ教えてあげて、夫婦別姓は合憲という最高裁判決は憲法違反としてカップル6組が提訴、1組が夫婦、5組が事実婚の男女差であります、パヨってしつこいね、こいつらは最高裁判決が間違ってるって言ってんですけど、頭大丈夫かな、自分らを最高裁より上に置いてるのか、パヨの思い出作り訴訟なのか不明なんですけど、性が変わんのがそんなにいいなら結婚しなきゃいいんじゃん、うんな、結婚しなきゃいい、結婚してくれって頼んでねえよバーカ、自分らの考えを他者に強要すんな、フェミとかビーガンみたいにさ、ビーガンは肉を食うなって、ビーガンじゃねえ人に言うなって、俺らは肉食えてビーガンに言わないんだからさ、フェミもですね、男がギャオンって言ってんだって、自分の考え強要すんだよ、俺らは何にも言わないんだからさ、フェミに対してさ、ジャニーズ被害者の会、石丸さん賠償額1800万円提示されたんですけど納得できないだそうであります、欲張りすぎではとか十分だろうとか、まあ、ネットは冷ややかでした、裁判やるわけでもなく、そもそも物証もなしで、証言だけですから、まあいい加減なとこで納得しておいた方がいいんじゃないのかな、なんて、思います。これね、物証ゼロで証言だけでって、どうしてもね、慰安婦、自称慰安婦どもとか伊藤詩織を思い出しちゃうんですよね、私は、証拠もねえのに言ってるだけでみたいな、まあそういう感じなんで、ほどほどのとこで引いといた方がいいと思います。というわけで、メール党員さん大募集であります。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。